西尾市湯湖の農園西尾市湯湖の農園は愛知県西尾市斎藤町にある植木、観葉植物、盆栽などや園芸資材を産地直売方式で展示即売する緑化目ショッピングセンター1975年3月にオープン夏季温室展示場やモデル庭園などと合わせて東海地区随一の規模を誇るまた西尾茶をはじめ新鮮な農産物や 海産物、エビせんべいなどを扱う地域の特産品コーナーもある。開設時は、西尾市福地農業協同組合を運営主体としていたが、西尾、は津地区の農協合併に伴い、隣接地に開設した西尾薔薇園とともに、西三河農業協同組合に運営が引き継がれた。西尾市の福地地区は、植木栽培が盛んで、約170年ほど前の江戸時代後期に、 終わりから伝わった技術をもとに始められ、三河黒松をはじめとして、全国有数の植木産地となっている。なお、ぬかた郡高田町にある、高大濃いの農園は、愛知三河農業共同組合が運営する、別組織で、当園とは関係はない。西尾では、戦前からバラ愛好家が栽培を行っており、1949年頃に、西三原会が発足。 はずぐん福知村の個人の経営するバラ園では苗木を販売していた。しかし1985年にバラ園が閉園したため周囲からバラ園再建の要望が高まり、1994年4月8日に一個の農園に併設する形で西押しバラ園を開設した。202種類、約3500本のバラが植えられた総面積5321平方メートルの 園内には、温室などの展示バラ園とオーナーバラ園、鶴バラのトンネル、芝生公園、庭園などが整備されている。展示バラ園の温室では四季を問わず色とりどりのバラが楽しめ、またオーナーバラ園は自分のバラの木を植えることのできるオーナー性の花壇で、通常の管理をバラ園に代行してもらえる。他にも栽培指導の講習会や研究会が開催されたり、 新品種紹介などの情報提供も行われる。バラの見頃は4月後半から10月末で、春である5月は、バラ祭りのイベントも開催され、10月にもイベントが開かれる。ありがとうございます。